キギス橋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 ,ギス橋,橋は東京都千代田区にあり日本橋側に架かる橋。キギス橋通りの一部をなし、九段南一丁目、一橋一丁目の間と一橋二丁目を結ぶ。日本橋側上流の公共内堀に最も接近する箇所に架かる。首都高速道路竹橋ジャンクションに覆われている。北詰めには強立女子学園があり、道路を直進すると 神田神保町に至る。南に進むと、公共内堀清水堀に出る。道路を挟んで、東側が、一橋一丁目で、住友商事竹橋ビルや、パレスサイドビルなど民間オフィスビルが立地し、地下鉄竹橋駅がある。西側は、九段南一丁目で、九段合同庁舎が三棟立ち、東京法務局、千代田区役所などが入居する。 はじめか年代は定かではないが、慶長期にはすでに存在している。当初は、現在より、約100メートル上流に東西にかかっていた。共鳴の由来については、慶長県文集、江戸の川橋に言われ有事に、以下の記述が存在する。家康公関東へ五大理以降東国帝王より、日本へ直し渡る数百人の当人江戸へ来たりたり、 これらをもてなしたまうには木ギスにまさる鉱物なしとて、諸国より木ギスを集めたもう、この竜の水上に鳥屋を作り木ギスを、限りなく入り置けぬ、その木ギス屋のほとりに橋一つありけり、それを木ギス橋と名付けたり、元那年間に門外の住民が東方に大地を与えられ、神田木地町と称した。江戸城本丸に近いため、1629年の江戸城集築の際に、 松平直義の不審で木木須橋門が設置され、厳重な警備が施された。江戸時代から明治初期には門外に旧社が設けられていた。八幡役所があり、1792年間括の峰岡木山流入を用いて白牛楽の製造が開始されたほか、1793年には帰国後の大黒屋港大勇、磯吉が一時旧社に留め置かれている。 1873年にヤグラモンが撤去された。1876年から1884年まで、橋内から清水門前にかけて、大熊重信、キニス橋邸が存在した。1903年には撤去に掛け替えられたが、1923年の関東大震災では被害を免れず、1925年11月3日、100メートル下流に、 現況の高アーチ橋が掛け直された。1967年首都高速5号、池袋線が開通し、橋は竹橋ジャンクションに覆われることとなった。木木橋は2007年3月28日に千代田区景観町づくり重要物件に指定された。宝田橋から木木橋一つ橋。ありがとうございます。